セルゲイ・ボリソビチア・アブラモフは、チェチェン共和国首相。短期間ではあるが、同国大統領代行も務めた。1972年2月23日モスクワに生まれる。モスクワ国立経済大学を卒業後、1989年から、科学生産合同、エレクトロプラボードに勤務する。 1995年から1999年まで、ウズベキスタンのガロバンクに勤務する。2000年前ロ医学技術専門学校副主配任を経て、2002年から、チェチェン共和国増省。2003年、ロシア連邦の会計検査員・検査局主任となる。2004年3月、アフマドカデロフチェチェン大統領の下で首相に就任。 チェチェン紛争によって荒廃したチェチェンを再建すべく、ロシア連邦政府からチェチェンに送り込まれた。2004年5月9日カディロフが暗殺され、大統領代行となる。10月に、あるアルハノフが大統領に就任したため、大統領代行を解かれ首相選任となる。2006年2月28日、アブラモフは、アフマド・カディロフの息子、ラムザン・カディロフが、 首相に就任することを条件に辞表を提出した。ありがとうございます。